Bonjour, online Francugo Gakko ensemble en français, Koshi no Remi desu. 今日もとっても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。今から昼ご飯を食べます。秋といえば栗の季節ですよね。美味しい栗のお菓子もたくさん売ってますよね。ところで、栗はフランス語で何というか知っていますか？Un marron. 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 Matawa, une châtaigne. Une châtaigne. Une châtaigne. Une châtaigne. 実は、フランス語でマロンと呼ばれる実は食べられないもので、食べられる栗を意味するのは、フランス語ではシャテーニュと言います。でも、シャテーニュを使った食べ物について話すとき、フランス人は区別なくマロン、シャテーニュ、どちらも使えますよ。例えば、フランス人が大好きな栗のペーストのことを La crème de marron と言いますが、中に入ってるのはマロンではなくシャテーニュなんです。おかしいですね。とにかく、食べられない栗はマロン。食べられる栗はシャテーニュと覚えましょう。皆さん、栗が好きですか？コメントに教えてくださいね。もっとフランス語を勉強したいという方は、エンサンブルのレッスンでお待ちしています。あ、ビアント！栗ご飯も美味しいですよね。